大切なお子さんの尊厳を捨ててしまったこと、保護者の皆さん大変なご迷惑ご心配をおかけしましたことに深くお詫び申し上げます。誠にすいませんでした。保護者説明会で3人の元保育士による悪質な行為の数々が明らかになりました。泣いている園児の写真を撮り笑った AB 保育士、登園が遅い児童になぜ遅いとなる怒鳴った B 保育士、園児を探す会幼少を誹謗するような言葉を言ったAB 両保育士、パーリで園児の頭を叩いた C 保育士、給食を食べない園児に対し頬をつねる行為をした AB 両保育士。3人は他にも園児を倉庫に閉じ込める、足をつかんで逆さづりにする、お昼寝の時間に寝かしつけた園児に五輪中ですと繰り返し発言するなどといった行為をしていたといいます。質疑応答に移ると保護者の怒りが爆発しました。ニュースで報道されてたことよりよっぽどひどいことしてるじゃないですか。宙づりにするとか五輪中だとか、自分の子供がそんなことされてたらって思ったらどう思います？自分の子供がそういうことされてたとしたら格闘通の人ですか？バレなきゃいいや。当事者3人ここに連れてきてよ、今すぐ。一人は今じゃ連絡も取れないよ。は？なぜですか？元保育士3人は先月末までに園を退職、そして今月に入り3人は暴行の疑いで警察に逮捕されました。長い期間園の実情を知らされなかった保護者、憤りを口にします。ほっぺたがずっと何週間も青くて、で先生はぶつけちゃったみたいなこと、なんか旦那が聞いたみたいなんですけど、それはとにかく許せないし、ずっとこの言葉を覚えてます。私は逮捕された3人のうち39歳の元保育士と面会した弁護士によると、新型コロナの影響で業務や気を使うことが増えたと話しているということです。やっぱり保育の現場っていうのはすごく忙しい、まあ、そういう職場のようです。その中で、不適切なというか、まあ、雑というか荒っぽいというか、そういう行為になってしまったと、今非常に不適切だったというふうに話をしています。捜査関係者によりますと、30歳と38歳の2人の元保育士は反省した様子を見せつつ、悪ふざけが常態化し感覚が麻痺していたという趣旨の供述をしているということです。また市が公表した園の職員会議の資料からは、別の職員なども見たり聞いたりしているが、助けることや注意することもなく見て見ぬふりをしていたということも明らかになりました。子どもたちを虐待から守るにはどうすればいいのか。ハード面で園児の安全対策に力を入れている保育園を取材しました。こちら保育室なんですが、天井にはカメラが設置されています。そしてこのカメラ、保育室の外の廊下にもついています。園児の安全を見守るカメラは園庭のこんな場所や駐車場のこんな場所にも、その数28台に上ります。撮影された映像は
園長室と職員室から確認することができ、直近2ヶ月分は保存されるため、遡って見返すことも可能です。安全を、担保する形として、カメラを導入し、何か異常が起きた際に、原因追及ができるようにということで設置しております。友達同士で遊んでいるときにちょっと転んで怪我をしてしまったっていうような際に、その時の職員の配置がどうだったか、職員の声掛けが正しかったかっていう振り返りをする際に使っておりました。保育士はカメラの存在が虐待の防止にも効果があると感じているようです。監視っていう目的ではなくて、安心安全のためっていう視点を持っていけば、カメラがついていることで保育に対する姿勢も変わってくるし、誰に見られても文句のない保育に自信が持てる先生が増えていけば、虐待をするような保育にはつながらないかなと思います。